君というか、それから始めさせていただきます。じゃあお聞きください。その中から2曲を選びました。で、1曲目は佐田正彦さんの歌った北の国からという歌。じゃあお聴きください。
知床遊漁、今北海道の歌を北の国からというのと知床遊漁でやりました。で次はちょっとこの趣を変えまして、ご存じの通り谷村新司さんという人が作ったスバルという歌があるんですが、それをやります。どうぞお聴きください。Thank you.
ありがとうございました。世界は二人のためにという一時たくさん流行って歌います。で次は今度はガラッと変えまして、皆さんが、よくご存知の童謡を3曲で、最初は今ちょうど秋に飛んでいるトンボ、赤トンボの歌いします。ね、かしこがある歌詞カードがあるそうですから、thank you.
だいぶ暖かくなりましたね。大気の効果が出てきました、はい、で次は今度はね、また趣をガラッと変えて昔懐かしいおとみさんへ、粋な黒笛みこしの祭りに来る。Thank you.
ハワイに行くようなちょっと気分になっていただけるとよかったんですが、そしたら今度ここでですね、皆さんにも幸せが来るように、ここに幸せありっていう、カスカードがあるそうです。ここに幸せあり、ね、Thank you.
ここでね、ちょっと気分を変えていただいて、あのハーモニカ独奏しろっていうことなんで、あの2、3曲届けてます。で、皆さんが本当によく知ってる歌、100年も前の歌なんですよ。100年も前の歌なんだけど、ね、その歌を今からやります。はい、よろしくお願いします。ご存知でしたら歌ってくださいね。歌詞カードはありません。Thank you.
伝えることができない、ね、それはあのテレビが出るできる前にテレビが出る前にできた歌なんで、先ほどの浦島太郎とか桃太郎もそうなんですが、物語がちゃんと3番とか4番とか5番まであってあるんですよね。でそんな時の歌ですけど、秋にちなんだ歌をねちょっとやります。あの今年はね、どんぐりを支度で熊がだいぶあの山里方から人海の方へ来てきている、どんぐりの歌やな、ね、どんぐりだね、どんぐり。
なんですよ。最後の人は今度は、今度はできる人はやってください、できない人はいいけど、こういう歌です。
ありがとうございました。お礼に対応しています。これだ。これ、今度はですね、私たちが準備した最後の曲になるんですが、昭和21年、リンゴの歌、並木美智子さんという人が多分歌ったんだと思うんですが、リンゴの歌を、で、これで今日予定した曲は一応終わりになります。はい、あ、歌詞カードは あるそうです。